メイクは日本のシンガー、ダンサー、モデル。静岡県出身。所属事務所はパワープレイ。元、エクスプグ東京港特大生。元 JD、Z メンバー。静岡県寸東郡清水町生まれ。姉の影響で5歳の頃よりダンサーとして活動。2012年11月、ロッテとソニーミュージックがタッグを組み、メジャーデビューを目指す若者たちに、 夢と希望を提供するプロジェクトとして開催したロッテソニーミュージック化のあるガムプロジェクト 2012CM メジャーデビューコンテスト NEXT で JDZ としてグランプリを獲得2013年春 JDZ デビューに合わせて上京2014年9月24日 JDZ としてビースティーガールズレッドザミュージックフローでメジャーデビュー2016年4月 レッスン中にあばら軟骨を骨折したことにより活動休止。同年11月14日、方向性の相違を理由に JDZ を卒業。同日ソロ活動をスタートする。Twitter、Instagram もスタートさせた。メイクの脱退後の JDZ は3人で活動を継続し、2019年6月にユニット名をジュエルに解消している。 2017年3月18日、YouTube にレッドイットスピンのデモビデオを公開。同年3月25日、初のワンマンライブ、Make My Day を渋谷スターラウンジにて開催。同ライブでデビューアルバム、Make It 8分を7月26日に発売し、7月29日に同名のライブを開催することを発表した。7月12日、 メイクイット8分の収録曲、ラブアイはディスコのソロバージョンを各音楽配信サービスでデジタルリリース。7月21日に同曲のミュージックビデオを YouTube に公開。2017年7月29日、2度目のワンマンライブ、メイクイット8分を渋谷スターラウンジにて開催。同年11月11日、渋谷エグメンにて3度目のワンマンライブ。 メイクにはスマイルを開催。このライブの開催は7月29日のライブで発表された。2017年12月13日、メイク1と8分に収録されている恋するハートショットのリミックスバージョンを配信リリース。11月11日のワンマンライブで発表された。2018年5月11日、自身のラジオメイクの常磐町放送部で 3ヶ月連続リリースを行うことを発表。5月23日、ブラックビスケッツのカバー曲、タイミングを配信リリース。続く6月20日には、フィーリンググッドを配信リリース。これらの2曲を含めた、セカンドミニアルバム、メイクチアを同年7月25日にリリースし、7月28日には、渋谷エグメンにて4度目のワンマンライブ、メイク。 A ノイズを開催した。2018年10月7日、清水マリンパークで行われる、マグロックフジソニックに出演。10月27日から11月11日にかけて、ディアーキスと全国4カ所を回るツアーを開催。2018年12月21日、渋谷クラベージアにて5度目のワンマンライブ、メイク、A ワンダフルデーを開催。このワンマンライブにて、 2019年3月にシングルをリリースすることを発表。2019年1月に同年2月20日にリリースされる前田広リ TJ の1枚目のミニアルバムワンウェイに収録される2つ星にゲストボーカルとして参加することを発表。3月20日に It's Time を配信限定でリリース。2019年8月24日に 渋谷クラブアジアにて6度目のワンマンライブメイク A ウィッシュを開催2019年12月7日に渋谷ブエノスにて7度目のワンマンライブメイク U ダンスを開催2020年8月17日に初のオンラインライブ形態でバースデーライブメイク20歳生誕祭配信ライブを開催20年12月26日に2度目の オンラインライブとなるメイクトゥモローを開催。2021年7月28日に約2年半ぶりのシングルとなるスーパーデューパーラブを配信限定でリリース。2021年8月14日に渋谷テイクオフならにて8度目にして約1年半ぶりの有観客ライブメイクサマーライブスーパーデューパーラブを開催。ありがとうございます。